ちょっとコントラスト増やしたいのでレベル補正かけますね。すごい、だんだん白が強くなっていく。やったー。これくらいなんかコントラストが強くても、今日の絵だったらこの後ろの背景がね超ビビッとなのでいいんじゃないかなと思うので、これを後からつけるというよりかはもうこのまま結合しちゃって塗っていきます。なんだろう、結構さ、色を置いていくときに濃い色を塗るのって怖いじゃないですか。あ、ここからね、しっかりとした厚塗りをしていきますので、一回ラフを複製して新しいやつで厚塗りをしていきます。今日はどうしよう。あ、その前に顔の見本作りましょうね。また、また自分の絵柄に合わせた 3D モデル作ってくるの忘れた。かわいい！やった！ありがとうございます！なんだっけ？あ、そうそうそう。そのね、結構暗い色とか濃い色とか使うのが怖くて、なかなかね、強めの色味を使えないよっていう方は、こんな感じで、こう、そこそこね、好みな、使いやすい色で置いた後に、レベル補正とかの、色調補正レイヤーを使って、もう無理やり黒い場所を作ってしまう。コントラストを上げてしまうっていう風にすると、そのこれくらい、お顔の位置で、その後にね、もう一回でコントラストを上げた後に塗り込みをしていくと、もう無理やりね、強い色を使われている状態になっていくので濃い色を自然と使えるようになるっていう、すごくおすすめの技となっております。こう、なんて言うんですか、3D モデルでね、これ違うわ、傾きが。顔の傾きはこっちで、首の傾きは、首と頭の傾きが若干違うんですね。でも、それ全部綺麗に表現するのは難しいので、これでいきましょうか。こんな感じで。こういう感じかな。これで大体一緒ですかね。では、これを見本にしながら塗っていきます。そうね。配信画面上に載せると画面がもういっぱいいっぱいで絵が小さくなっちゃうので、よいしょ、ちょっと見本は画面外に置きます。鼻から描いていこうか。いつも通り鼻から。で、あ、そうだ、こっからはね、不透明度とブラシ濃度を下げて色を置いていきます。ちょっと赤みとかを入れながら色を置いていきましょうね。よいしょ。で、影の始まり、特に鼻の下とかの落ち影の始まりは鮮やかにしていきます。で、もうちょっとこの影がよく落ちてる側はちょっと彩度の低い茶色というかグレーっぽい感じの影を落としてみます。こんな感じで上まぶたの、目の際にね、鮮やかな色をのせて、一回二重のところを全部暗めの色にしてみました。で、気持ちね、そのよいしょ、粘膜の色が薄いかなって思ったので、もうちょっと粘膜明るくし、あ、鮮やかにしてあげます。まず一回粘膜の色で塗りつぶそうね。この目の粘膜第一、ラジオ体操みたいに言っちゃった目の粘膜第一とさ、その奥にさ、なんかここの目の粘膜第二が両方見えない。ちょっと今自分の目見てみよう。どこだ、あったあったあった、鏡、よいしょ、あるよね。あ、てかそうだね、この通常見えてる目の粘膜からさらにその中の粘膜が見えるのか。そうですね、だから
もうちょっと赤っぽい色でいいね。ここで一回、こんな感じで、その通常見えてる粘膜の位置。で、その中にさらに粘膜の部分を作ってあげると、よりリアルなアッカンベイになりますかね。よいしょ。こんな感じ？ちょっと、境界も馴染ませつつで。ここはあれかな。もうちょっと塗りつぶしちゃって、もっと白目にじゅわっと粘膜の色が当たっててもいいですかね。よいしょ。こんな感じ。ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。いいですよ。いいと思います。で、ちょっとこのままだとね、また。すごい。よいしょ。黒目が消えちゃってるので、黒目を戻して、こんな感じで。もうちょっと白目白くていいのかな？いっか。一回これくらいで。で、一回黒目描きますね。薄めの黄色みの瞳孔。よいしょ。で、周囲にこんな感じで暗い場所を作りまして、え、めっちゃこの目可愛くないですか？とても可愛い気がします。もう一段階暗くてもいいかな。すごい可愛い。で、どうしよう、アクセントのカラーオレンジにしてみようか。一回周囲にオレンジを入れておいて、で、ここまでできたら、一回この、あ、ちょっと滲みの強さが強いですね。2くらいかな。で、眼球をぼかして、チュルンとした。かわいい！で、定山を入れて、よいしょ。ブラシ濃度と不透明度を下げて、この、まぶたの影を、思いっきり、この白目と黒目両方に落としていきます。よいしょ。影を落としたら、次はスクリーンでこの肌色っぽい色を取って、この目の下側にね、明かりを落としていきます。これだけでチュルンとした目元の出来上がりで、ここまでできたら、ちょっと白目の、なんて言うんですか、黒目の部分か。薄い黒目とはいえ、ちょっと目の印象が弱くなっちゃったので、ここにもうちょっと黄色を足していきます。定山ですね、これは。定山で黄色を足して。これは暗すぎますね。これくらいかな。うん。で、さらに、もう一個定山レイヤーを作って、この瞳孔部分と周囲の暗い部分。これ周囲の部分って何て言うんだろう。理科詳しい方。理科詳しい方、この周囲の、目の黒目の周囲のこの暗い部分って何て言うんですか？で、暗い場所を足してあげて、これで黒目がはっきりしましたかね。はい、こんな感じ。で、この、目頭の粘膜とあたりとかも、ちょっと形を整えて、で、このね、アッカンベイしてるときは、ここの目と、よいしょ、粘膜の狭間、ちょっと明るい色で、立体感出してもいいかなと思うので、ちょっと明るい色をここに入れて、げます。こうするとよりあっかんべいしてる目元っぽくなりませんかね。よいしょ。でもちょっとごめんね、ガタガタっとしちゃったので、もう一回引き直す。
今はお目目の厚塗りをしております。よいしょ、こんな感じで下まつげ。もっと目尻バサバサでもいいかな。いやでもあっかんべーしてるんだし、中央がしっかり生えてる方が印象強くなりますかね。ではまつげ描いていきましょうね。こっちと同じようなまつげを右側に描いていきます。よいしょ、こちらも束感まつげを意識しながら、よいしょ、上向きのまつげを作っていきます。目元できました。では次はお口塗っていきましょうね。あと37分、ちょっと待って、お口はとりあえず5分くらいで塗りましょう。塗れます、切りがやれます。中央もうちょっとピンクっぽい下にしまして、ここでグラデーションを作ります。でこっちもうちょっと、サイドの低いグレーレッドを入れていきます。で、先端もうちょっとピンクがからせます。で、よいしょ。唇も整えていきます。まず歯をなんとなく形作りまして、で、上唇の色。うん、ここ色強くてもいいんですが、今日はナチュラルめな感じの唇の子にしようかな。あんまりリップは塗ってなくて、塗ってたとしても色付きのリップクリームくらいの想定の唇にします。鼻の赤みそのまま使います。よいしょ、でちょっとグラデーションもつけつつ、大体ね、下の唇もちょっとだけなら見えますよね。こんな感じかな。オッケー。で、下の影を下に落として。ややこしい。下の影を顔に落としてにしましょう。ここから髪の毛と服を全部整えていきます。あと34分で。よいしょ。頑張ります。で、まずはちょっと、顔周りをもうちょっと骨格感強くしたいよね。なので、ここら辺の、その、頬骨の感じとかをちょっと、こう強調しすぎない程度に入れてあげます。手は後で塗ります。で、顎をちょっとさ、くっきり描いてあげると、男性感増えるかな。ちょっと横幅狭いね、これ。顔の輪郭の。ちょっと横幅、輪郭の縁整えつつ、横幅も整えましょうか。これちょっと、ね、輪郭。よいしょ。
ちょっと男性っぽさ出てましたかね。骨格感が強く現れるというか。で、こっちの耳も両方調整していきます。よいしょ、赤み強めで、よいしょ、こんな感じで、お、よしよしよし、だいぶサクサクっとした感じですけど、耳っぽくなりましたね。こんな感じでグラデーションと濃い場所を作れば耳になるということで、耳描きました。眉毛どういう眉毛にしましょう。自分の趣味を入れるなら困り眉ですかね自分の趣味を存分に入れて良いのならこんな感じですね。可愛いのでこれでいきましょうかこれでいきましょう、これでいきましょう、よしよしよし。でぼかして眉毛を描いていきます。眉毛も白い眉毛にしたいですよね。こんな感じかな。あ、で、あれだ。違う。ハイライトを下とかにも入れていきましょう。どこがいいかな。ここら辺かな。印象的なね。舌とか唇にしていきましょうね。で、この上唇にもハイライト。よいしょ。で、鼻とか、あとこの粘膜とかにもね、ハイライト入れていきましょうね。目の根元？よいしょ。ここら辺どんな感じだろう。ツヤツヤとちょっと点点点とハイライト入りますね、ここに。今自分で確認しました。こんな感じ。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。で、上まつげにも、上まぶただ。上まぶたにもハイライトを入れつつ、よいしょ。こんな感じで下まぶたにもハイライトを入れて、お顔の印象アップ。では髪の毛も塗っていきます。じゃあ髪の毛はこの色の狭間に赤とか入れつつ、よいしょ、で塗っていきましょうね。感じかな。で、中央の部分ちょっと青っぽい色入れましょうか。で、ここら辺の前髪の狭間はちょっと暗い色を着たいですね。よし。こんな感じで。もうちょっと色鮮やかでもいいかな。この、合間合間にちょっと。暗い場所を置いてあげたりとかしつつ、で、髪の毛束をね、ちょっと増やしてあげましょうね、今。ほぼ、束がない感じになってるので。髪の毛の塗り込み美しい。ありがとうございます。髪の毛は、青とかね、赤とか。無彩色、青っぽいグレー、赤っぽいグレーとか、いろんな色を入れながら塗り込んでます。あと、結構ね、今回、背景がビビッド系な赤なこともあって、ちょっとコントラストを高めにね、作りたいので、影を置く場所、結構暗い目の影をね、今とか結構ね、ほら、かなり黒に近いグレーを使ってるんですが、これでもね、全然、明るい場所が明るければね、白髪に見えるんですよね。なので、コントラスト上げるために、こんな感じの強めの色とかも入れてます。
これ複製するね、リボン。複製して、で、形だけもらってきて、塗りは別で描いていきます。よいしょ。これで、こうすることで、よいしょ。こうすることで、そこそこのね、よっこいしょ。時短ができますかね。ちょっと、紙と同じ青みも入れましょうね。あまりに紙と服の使っている白が違いすぎて。まあ、実際ね、紙と服の白って違うことが多いので、色味統一しなくてもいいんじゃないかという気もしなくもないのですが。まあ、統一してある方が自然に見えやすいと思うので、一回統一してあげます。よいしょ。ちょっとレースをね、描いていくのは難しいので、フリルのこの、波々を描いて、ここら辺の情報を増やしていきます。なんか、スカートの部分が、どうしようかな。ここにもさ、ちょっとスカートが、もうあと10分しかないのは見えてるんだけど。ロスタイム入ります。スカートの部分がなんか物足りないので、あ、あれだ、リボンつけるんだったね。ちょっと上にリボン書こっか。リボンコピペしてきていい？これ。あ、でもさすがにね、全く同じだとさ、コピペしてきました感がものすごいから、ちょっと書き直す。けど。基本はコピペでいこう。ここら辺にもなんかレース足してみる。レースフリル足してみたりとかして、あ、いいんじゃない雰囲気出ますよ。で、よいしょ。とりあえず情報としてはそんなに足りない感じじゃないよね。で、そうだ、ここら辺にもね、リボンをつけようって言ってましたね。1時間か2時間前の自分が言った記憶は残っています。つけましょう。でもね、リボンがいっぱいだと可愛いんですもん。で、あとはあれだね、このボンネットのリボンもここにね、書いていきましょうね。首のとこで結んでるから、首かしげても顎に追従しなくて良さそうですね、このリボンね。この首の下の位置でいいのか。では手をコピーしてきて、手のラフですね。で、こう、どれだ？これだ。ここに。ペーストして、で、ここをこのね、手を元に塗っていきましょうね。で、手はね、この子、あの男の子なので、ちょっと関節とかもね、意識しながら描いていきたいけど、でもさ、このさ、この体勢って関節をしっかり強調するの難しいんですよね。なかなかに。どうしようかな。この体勢での関節。
線ってできるだけ細く描いた方が厚塗りっぽくなりますかね。あー、そうですね、厚塗りする前の線画ってことですよね、多分。そうですね、線は細く描いた方が厚塗りしやすいです。厚塗りっぽくなるかどうかと言われたら、こう絵柄、厚塗りしたい絵柄にもよるのですが、例えばリアル系のね、厚塗りしたいとか、繊細な雰囲気の厚塗りしたいとか、そういうのだったら線は細い方が厚塗りしやすいと思います。厚塗りっぽくなると思います。特にその線とかがくっきりしないタイプのね、厚塗りする場合は細く描くことがおすすめですね。逆に迫力を出したい場合なんかは線を目立たせてもいい感じになりますね。そうですね、あとなんかその厚塗りでも線がはっきりとした絵柄とかもあるので、そういう時ははっきりとした線も可愛いですよね。塗りってね、難しいですよね。特に本当になんかそのなんて言うんですか、人によって個性が出る部分だし、あとはその同じポーズを描いてもさ、そこにニットを着せるかシャツを着せるかで服のね、影も変わるじゃないですか。難しいですよね。もうこれだけは本当にもう何回も言ってるけど、何度でも言いたい。ちょっと待ってね、これ指が違うな。こうじゃないな。資料は見た方が、見ると強いですからね。本当に。なんかね、その、資料を見ずに書くのが、一番、こう、さあ、その、なんていうの、上手い人の書き方だから、みたいな、そういうのがあったりするけど、でも資料は見て書く、のが強いから、どんどん資料は見ていきましょうね。あと、使える機能とかも、どんどん使っていきましょうね。左右反転とか。レイヤー効果とか。霧ヶ谷が絵を描く上で、伝えたいところは、もう、なんか塗り方とかよりは、本当にそこですね。最後に、よいしょ、この肌をね、くーっと下に引っ張っているような、そういう感覚、雰囲気を、この目の周りに作ってあげます。ちょっと、その、絵としてパッと見に気づかれない程度に、ちょっとここに下に引っ張っているような、感じの肌の引っ張られ感を作ってあげました、今。そうすると、あっかんべーしてるっていうのが分かりやすくなってくれないかな。加工だけするね。加工したら完成にします。